久保彦左衛門の子孫が男女合体変身、超電合体ゴッド彦座。これは超伝達システム、人間の脳波でマシンをコントロールするんだ。すごい、素晴らしい研究です。超宇宙科学研究所ウィサスの研究員が遺跡から見つけた不思議なこけし。なんだこれ、こけし？これって遮光器土偶に似ていますね。チョウザメの怪人ザメチ出現。こけしを空にかざすと合体変身。宇宙のシャチホコーン。こいつこそが宇宙から飛来した邪悪生命体だったのだ。400年前の恨み、今こそ晴らしてくれるぞ。400年の時を超えた宇宙人とロボットの死闘。矢上廉、サラ、磯原京香、南翔太、佐野光弘、イジリー岡田。ゴッド飛行だ。地球の平和を守れ。愛知県幸田町から誕生した奇想天外な男女合体ロボットラブコメ。合体しちゃってる。日本バカ映画の巨匠川崎実監督作品、超電合体ゴッド彦だ。ご期待ください。